皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。相変わらずイカ取ってます。もう6月にとっくになってますけど、5月の中旬ぐらいからでしたかね、イカがいて、もう3週間ぐらいずーっと毎日イカ取ってますけど、こんなに初夏に本当にこんなにイカが多いのは本当十数年ぶりだと思います。もうね、他のもんがいなくなってきてるんで、イカでもいてくれないとちょっと困るんですけど、今日もイカを狙って頑張ってみたいと思います。あとチヌの組合買い取りが終わったんで、チヌがねもう狙えなくなりましたんで、まあそもそもいなくなりましたね。産卵を終えてどっか行ったようです、一度。まあイカがいてくれればいいなということで、今日も頑張って行ってみたいと思います。まだ6時前ですが、ここで1投目を投入します。1番目です。クラゲまみれかと思いましたけど、もうすぐ潮のとろみなんですよね。クラゲはなさそうです。おお、ついにイカも1匹だけに。厳しいかも。話してるように見えたんです、落ちてくるとき。1番号離して今もう2番号が体の中にあります。離したんじゃな、ついに1番号。まあもう6月ですもんね。やった、これは本当に嬉しい。完全まぐれですけど本当に嬉しいです。久しぶりになんか拾えるカニを見たような気が。なんとかいてくれますね、今のところ。お、シャコでかい。もうどうせ棚にならないんでね、3匹いたらおかずにします。おお、結構イカがいたので。実はモンゴよりハリイカの方がいいんですよね。まあでも確かにこっちの方が美味しいですね。これはモンゴーかな。あ、ちゃんとつきやすいようにこうワカメの茎に卵以外に卵の下地をつけるんですね。こういう風に紐状についてますけど、今年はあの尻焼けが全然見ませんね。日焼けの卵はちなみに黒色です。さすがにあの6月なんでイカ以外のものがさっぱりなくなりましたね。でもまあイカだけは順調なんで、引き続きここで頑張っていきたいと思います。カニがいるんです。モンゴー2つなんだ。でかい、しかも無理ですかね。まあはっきり言ってそんなに甘くない。お、また。ただここの方がイカのサイズがいい。お、チヌのサイズもいい。これ
ったら拾ってもいいかな。南方欄からどうなるのと思いましたけど、これはもうこう一が張りか。そしてもうまたもう残念ですけど、こっちは嬉しい。にしても本当にイカ取り出してもう3週間になりますが、まだイカがいると。こんなに多かったのはおそらく自分を聞き出して初めてですね。あ、もう明らかにボーナスタイムですね。こっちもなんかいい加減。大体ボーナスタイムですね。今日も今塩が走り出したばっかりですけど、塩のとろみより今日も塩が走ってる時の方がいいですね。最近もう毎日こんな感じです。にしてももうこれが本当にしょうないし、もう話したばっかりですね。本当にこれは嬉しい。でかいし、1番目にいたやつより明らかにもう倍ぐらいの重さあるでしょ。2つも見れちゃったんで、もう結構前半で満足してます。エビが増えましたね、夜になったんで。うわ、でかっ。うわ、どれかも。うわ、前回モンゴーが多かった日って動画上げましたけども、多分今日も多いですね。見方という見方としても数としてももうすごいモンゴーから数。おかげでもう船長がワイヤーです。真っ黒大だこの子。ラッキー、カニにヒラメに。あ、ちょっとこのヒラメはなかなかいい感じですね。出してる時なんですけど、調子に乗って小川の後攻めすぎました。網汚れましたね。あれ本当にイカ消えたな。いないことはないですけど、
いですけど、小川を攻めたのが良かったんでしょうね。きた、今日3つ目、しかもでけえオレンジ。今2番号が入ってます。1番号離した後でしょう。離しても、離した直後じゃないですね、離して1日か2日経ってると思います。もうすぐ次出すんでね、収穫できる時はもうほんと一瞬です。で、一応モンゴも来ました。よいしょ、これが来てくれましたけど、いい時間はどうも終わったっぽいですね。潮が一番早い時がなんかどうも一番いいっぽいですね、最近。12時前です。消えちゃったんで、貝殻が多いところにまた戻ってきたんですけど、2べでした。モンゴ1匹と2べでした。あとはちょろっとエビが行くだけでしょうね。おお、離してる。1番目にいたのと同じぐらいのサイズです。よかった、ここに。夕方のとこに帰ってきました。あ、おったおった。あ、あがげたまで。アリイカの場所なんですね、ここ。他のモンゴ行ってきたのが全然取れませんでしたが、まあ、チム2つだけでした。あ、イカイカ。今日3つ目、カニ4にヒラメ3と、まあまあのサイズ。これも最近ちっちゃいのしかいないんですよね、ずっと。なのでこんな中型が3つは久しぶりですね。これで残り2番、あと2番頑張って帰りたいと思います。ちなみに今2時45分です。潮が干潮、この谷の一番下と山の一番上が潮が走ってる時ですね。その間が潮がとろんでる時です。今ちょうど潮が走り出したところですね。再び入り出しました。お、童顔。もう少ししたら川から出てくると思います。お、やっぱり潮が走ってる時の方が川入るっぽいですね。あとはキビレとかチヌとか、これは拾えそうやな。これは拾っときましょうか。
イカ多い。もう明らかにこの間のモンゴーが多かった日より多いですね、今日の方が。モンゴーにラスト、ラスト、モンゴーにニベニ、おまけのヒラメ、今日ヒラメ5ですかね。かなり良かったかもしれませんね。さすがおきかけの中潮、カニもいたしヒラメもいたし、イカ多分今日一番多いし、かなり良かったと思います。では帰ります。お疲れ様でした。到着しました。チヌア、これが2つで、これとこれ。カラーはもういけても いきませんね。これも半分死んじゃってます。ヒラメが5のはずですけど、あ、4か、勘違いやったんですね。4、背中減りましたね。背中も7月にはもう死に始めます。これなんかもう溶けてる感じですね。力ない感じ。はい、まあ、カニ、おお、でっか。1番号離しまして、おお、4つも取らせてもらえた。いや、今こんな取れる。今日はちょっとテンションが上がりました。はい、カニ拾えたらテンション上がるよね。やっぱそうや。これがハリ全部です。今日一番多いね、ハリか。で、モンゴも今日多分一番多いです。うん、やっぱりあの中潮の威力はすごいね。モンゴまだ動かない。モンゴも多分今日が一番多いと思います。いやうわ、まだ動かない。うわ、おお、落ちた落ちた落ちた。では一個一個締めていきます。はい。氷、美味しそうだ。何だかな。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。ボーモア18年、これもおすすめされたんで買っていました。18年買っていました。多分今までで一番高いです、これ。いただきます。あ、匂いはそんなにきつくなく、おお、一番最後に木の香りきますね。水割りでいただきたいと思います。あー、確かにもうほんと甘い、すごいいい香りですね。これもそれぞれ特徴ありますけど、もう教えてくださるやつはもうことごとく美味しいです。前回のタリスカはかなり癖がありましたけど、もちろんあれはあれってめちゃくちゃ美味しいんですが、こっちの方がやっぱ日本人は飲みやすいかなと思います。飲めば飲むほど美味しい。これが井戸の女王か。先ほどのアラの鎌です。いただきます。初めて食べます。皆さん食べたことあります？アラ、スズキのような魚でしたね。うわ、うまっ。あ、ちなみに塩はゲラントの塩、フランスの四大聖域の一つゲラントの塩を以前紹介したんですが、それを使ってますけど、塩のチョイスが抜群に良かったですね、これ。いや、そもそもこれ塩なくても、ちょっと塩なしで食べてみても良かったのでは。弾力があって魚自体に甘みがありますね。これはちょっとかなり美味しい。ちょっと驚いてますね。あのネットで調べたら究極の美味ってなってましたが、うん、本当に美味しい。うん、ちょっとやそっとじゃないかも。氷、アラを刺身と炙りにしてみました。本当はですね、あの1週間ほど熟成させるのがいいらしいんですけど、もう今日の分と1週間熟成させた分と両方いただきたいと思います。寿司がおすすめですと教えてくださったんで、寿司でいただきます。
魚の姿は鈴木に似てますけど鈴木とは違う、まあ、あくまで個人の感想ですけど鈴木より圧倒的に美味しいですね。釣ってくださったそうなんですけど多分2日後ぐらいに届いてると思うんです。この2日後でも十分なんて言えばいいかな、旨味甘みあります。今の時点だと歯ごたえもあるんで1週間熟成でこれよりうまくなるのかなっていうぐらいもう今の時点でかなり美味しい。もう白身が好きな自分としてもたまらん美味しいですね。これ松川も感動しましたがアラもかなり感動しました。ごちそうさまでした。今回もご視聴ありがとうございました。はい、取ったん。ここに。あ、ごめん、いいの。